キボッキさん。反射なんてとんでもない小心者のつるっぱげ、夜中に足つり死に目に遭い、朝方トイレに必ず行く、毎日毎日うざいポストをするパッキポッキです。はい、パッキポッキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は水曜日ということで、今日は17日ですね。ドドンということで、いかがお過ごしでしょうか。いやー、今日はですね、お休みいただきまして、まあ午前中午後までは天気は良かったが、今からただいまの時刻4時49分を回りまして、ちょっと雨降りそうな感じの空模様になってきましたね。明日からなんかずっと雨が降るとかってね、なんか言っておりましたですけど、いやー、どうなんでしょうか。今日もゆっくり休まさせていただいたんですけど、皆さんはちょうどね、週の半ばということで、ちょうどあれーって感じですかね。はい、お疲れ様でございます。このぼやきもですね、もうほぼほぼ誰も聞いてないもうそんな感じになってきましたですね。やっぱネタがないとね、面白くないよね。しかも声だけですからね。はい、なんか面白いこう動画とかがね、あればいいんでしょうけど、まあ作業は BGM にしてはまた中途半端ですね。またわけわからん内容の話もしますしね。なんかちょっとこうネタを考えてなんかやったらいいのかなとかってね、やっぱ思いますよね。はい、昔話をするとかね。はい、そろそろどうなんですか。もう高校とか中学とかね、受験のシーズンということで、そうね、昔話、私もそうですね、もう昔からバドミントン、小学校3年からバドミントンをしておりまして、4、5、6で中学で高校1、2、3で大学1、2、3、4まで、12年ぐらいかですね、バドミントンしてたんですけど、まあ、全て、その学校関係っていうのはもうそのスポーツ絡みで、どん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 進学していったっていう感じですか。で、まあ、最終が、大学は九州産業大学の江頭大戦とか松村大戦とか、あとエビちゃんとかね、はい、の出身の、大学であり、で高校は花丸大吉の、花丸さんでやったかな、花丸さんの出身校の福大附属大濠高校ですかね、はい、ですね、そこに行ってたんですけど、高校は今は違うんですけど、今男子校じゃないですもんね。自分らの時は男子校やったんですよ。はい、もうだっていくつの時よ、今自分が48でしょね、え、もうかなり昔の話ですけど、もう共学になったんですね。はい、でしかも同じ敷地内に中学校までできてるっていうね、もう本当にエスカレーター式の高校になってるなとかって思うんですけど、まあ結構福岡で、福岡大学附属大濠高校って言ったら結構有名な方で、結構皆さん高確率で、パキッときたら頭いいですねとかって言われるんですけど、はい、いいえ頭でいってないんで、まあ頭でいってないで、スポーツで行くのもすげえないですかっていう話はされるんですけど、はい、で当時ですね、中学校3年の最後の大会の時に、福岡県の大会で優勝いたしまして、ね、でそれで九州大会でどこまで行ったんですかね、もうベスト8とかそんなもんなかったですかね、はい、それぐらいでもうダメだったんですけど、でそれで、高校に結局推薦ということでお呼びがかかったのが福岡大学附属大濠高校だったということなんですけど、他にもですね、今は八幡西高校と言わないんですよね、自由が丘高校ですか、はい、北九州の方ありますね、とあとは九州国際大学附属高等学校、そこの3校から、推薦来てましたね。で、うちの先輩が大濠行ってましたので、なんかまあその流れもありましたし、で 3つの中でやったら、先々考えたら大濠の方が呼ぶねっていう感じだったので、で福岡にも行きたかったの で北九州やったら、もう実家から通いっていう風な話になってましたんですね。出たいということで、福岡に行きたいということで、それに決めたような感じの流れです。は
はい、じゃあこの続きはまた後で。はい、バキポキさんのぼやき続きです。ということで今日は昔話に花を咲かせておりますが、まあ、それで高校は大濠高校、まあ、男子校ですよね、初めての男子校、まあ、まあそこだけですけどね、はい、今男子校って少ない、あ、福岡やなんか東福岡高校も男子校なんですかね。はまあ、男子校のいいところって言ったら、まあ、気を使わなくていいっていうことですかね。はまあ、草かろうが何だろうがね、あ、全然いいということで、妙にね、なんかそういうちょっとこう高校もあるじゃないですか、社会見学っていう言い方していいのかな、なんかちょっとこう一日で日帰りのなんかこう旅行じゃないんですけどあるんですよ、研修みたいなのが。でそれで行った時もそのバスガイドさん、あれはあれかな、修学旅行やったかな、バスガイドさんがおるじゃないですか。そしたらやっぱみんな普段もう男の人ばっかりやからですね、はい、だからもう目ギラギラさせてから、うわあのバスガイドさん可愛くねとかいう話になるわけですよ。だからすいません、写真一緒に撮ってもらえませんかとかね、写真撮らせてくださいとかってなるわけですよ。で今思えばもう後々もう高校卒業して大学生になって一時して昔の懐かしいからちょっとアルバム見開いて見ようとせえないですか。でそういう写真があるわけですよ、バスガイドさんの写真がねええって、これ可愛いよったんやねってとても残念な流れなんですけど、そういうのあるよね。なんかこう頭が麻痺しそうのかね、思考回路が停止してるのかちょっとわかんないですけどね、そこでなんか土地狂っとるね時がやっぱあったんやなとかって思ってですね、あーやっぱりね、女性が一人もいないところで働くとこれになるったいなとかって思ってですね、だから大学に行った時はもうドキドキしましたよやっぱね、うん、普通に女の人やんとか思いながらね、女の人と喋るのがすごくなんか妙に緊張したりね、してたんですけど、まあでもどうでしょうか、高校でもそういうバドミントンの試合会場に行ったらその女子校だとかね、まあ共学の女の子とかね、いたと思うんですけど、まあどのスポーツでも共通するのかどうかわからないんですけど、結構強い人、の女子ってすごくいかつかったんですよね。で気が強いというか、はあ、で私が持論で持ってるんですけど、バドミントンっていうスポーツは性格が悪いやつが、強いというふうに思ってましたでバドミントンだけに限らないのかもしれませんけど、はい、性格が悪きりゃそこそこ強くなるぞみたいなね、はあ、なぜかっていうと人に呼ばれたらいかんスポーツじゃないですか、戦略とかね、はい、だからちょっとひねくるとやっぱ変わったやつがやっぱ強いんやろなって、最終的には思いました。だからストレートに、パシンパシンとしてこれで強いっていうよりもやっぱちょっとこう駆け引きとかがね上手なちょっと性格が悪い人の方がなんかねちょっと勝ってるような感じはしました。はい、変わった人よかったもんねやっぱね。はい、で女性の方はもうとにかくねバドミントンでやっぱ足を使うスポーツでもあるんですよ。で同じところこう反復でこう動いたりするじゃないですかね、ジャンプもするでしょ。はい、だから足はね太い、あだからね、俺自分よりも足太いやんこの女の人っていうのは結構ザラでした。いやでも安定してますからねそういうのね。でなんていうんですか、そのスコート、履いてるんですけどもね、すごいマッチョみたいなね、今思えばね、ねでなぜか何ですか、そういう私立の高校とかじゃなくて普通の、まあ、県立だとかね、公立の、そういうクラブ、そのバドミントンの、その
チームというかね、高校の、女の子っていうのはすんげー可愛いですね。不思議だったね、ほんと弱いとこの高校の、女の子ってなんでこんな可愛いんだろうねって、なんでおらんのだろうねとかと思いながら、はい、すごく不思議に思っておりました。はい、まあ今日はこんな感じでまあそんな感じで、もうこんな感じで終わっておきましょうか。はい木曜日ということで、まあ、相変わらずネタがございませんが、今日はちょっと、昔話をさせていただきましたということで、お耳を汚して、申し訳ございませんでした。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わろうと思います。お疲れ様です。鉄拳20。